皆さん、こんにちは。数多くの映画やドラマで活躍をしていた女優の原日出子さん、旦那で俳優の渡辺裕之さんが昨年亡くなられましたが、現在は一体何をされているのでしょうか。渡辺裕之さんとの関係を調査していきながら、死因についてもまとめていきたいと思います。原日出子さんは1981年に NHK の連続テレビ小説本日も晴天なりで一躍ブレイクをしました。デビューから約43年も活動をし続けている原さんですが、プライベートではいろいろあったようなのです。原さんは渡辺裕之さんと結婚される前、1983年に高校の同級生の方とご結婚をされていたようです。その後1987年に離婚をされているようです。前夫は一般人の方ということもあり、画像や詳しい情報はありませんでした。ですが娘さんの画像からイケメンだったと思われます。また若い頃はものすごい美人さんだった原さんとご結婚をしているので、イケメンだったこと間違いなしですね。前の旦那さんとの間には女の子がいて、マミさんと言います。原さんとそっくりで美人さんです。きっと前の旦那さんはイケメンだったことと思います。マミさんは1983年に生まれたそうなので、2023年現在は39歳になります。マミさんは芸能活動はやっていなく一般人とのことですが、ご結婚をされてお子さんがいるそうです。前夫との離婚理由は、若かったから自分の価値観に相手を寄せようとしてうまくいかなくなったとインタビューで語っていました。おそらく一般男性の前夫と芸能界で多忙だった原さんの価値観の違いや生活スタイルの違いだと思われます。ただ原さんは離婚をしたくないと言ったそうですが、旦那さんの意思は固く捨てられたと話していました。その後渡辺裕之さんと結婚された原日出子さん、渡辺裕之さん夫婦は2001年にパートナーオブザイヤーに選ばれるなど、おしどり夫婦として知られていました。また2016年の徹子の部屋では奥様の原日出子さんがキスやハグは当たり前と公言をしていたそうです。この時結婚から22年も経っていたのに夫婦仲はすごく良かったんですね。ですがコロナ禍で熟年離婚をするかもと周囲に話していたようです。ですが夫婦仲が悪く不仲という噂や情報はありませんでした。ただ渡辺さんが熟年離婚するかもと言っていたのにはいくつか考えられる原因がありました。周囲からの目、夫婦生活の違いなどが挙げられ、また渡辺裕之さんはあるトラブルを抱えていたようなのです。渡辺さんは2005年に詐欺被害に遭われ、1億円以上の借金を抱えてしまっていました。トラブルを抱えたということで調査をしてみましたが、詳しい情報は分かりませんでした。ただ俺の責任なんだよなと話していたので、ストイックで完璧主義者の渡辺さんは周りの目、趣味の時間、夫婦の時間すべてを完璧にこなせず、一人悩んでいたのかもしれないですね。そんな噂が流れている中、2022年5月に渡辺裕之さんは66歳で亡くなられてしまうのです。死因は遺書ということで、自ら命を絶った可能性が高そうです。遺書などの有無も公表されていないので、自殺かどうかも不明です。ネットで渡辺さんには病気だったんじゃないか、いやうつ病の噂も上がっています。渡辺さんは過去にテレビ番組で大腸ポリープが2つ発見され、要注意と診断されていました。ですが大腸ポリープの発見で命を絶つような可能性は低いと思われます。それ以外に病気の情報はありませんでした。うつ病との噂ですが、確かな情報はありませんでした。奥様の原日出子さんが過去に更年期障害で悩みうつになっていたことがありました。原さんは更年期障害と診断されたものの、どうしても渡辺さんに伝えることができなかったそうです。そのため3年もの間うつ状態に、渡辺さんに理不尽なイライラをぶつけることもあったといいます。ただ心優しい渡辺さんですので、それだけではお二人の関係は崩れず、仲良く毎朝一緒にラジオ体操をするなどスキンシップをとっていたみたいですよ。夫婦仲で悩んでいる様子はありませんでした。他に何か悩みがあったのを知るため、渡辺さんのインスタグラムを見ていきたいと思います。渡辺さんのインスタには綺麗な花や奥様との写真や
手料理といった幸せそうな写真ばかりでした。2021年6月13日に映画お就活を見ていました。映画お就活は文字の通り就活をテーマにした映画です。もしかするとこの頃から何か悩んでいたのかもしれないですね。また2022年の初詣に行った時のインスタ投稿では、今年はドットとのコメントも。少し意味深な内容なので、今回の訃報の後に見ると少し怖いような気がします。そしてこの秘宝に対しての原秀子さんのコメント抜粋です。なぜはきっと誰にもわからないと思います。ただコロナの最初の自粛の頃から人一倍家族思いで心配性な夫は先行きの不安を口に出すようになり、考え込むことが多くなりました。何事にもストイックで一生懸命で手を抜くことをしない人でした。眠れないと体調の変化を訴えるようになり、自律神経失調症と診断され、一時はお薬を服用していましたが、またお仕事が忙しくなって元気を取り戻したようでもありました。しかし少しずつじわじわと心の病は夫を蝕み、大きな不安から抜け出せなくなりました。医師にも相談し、希望の持てる治療を始めた矢先の突然の出来事でした。亡くなる前日はテレビ東京系ゴルフの絆日曜午前10時30分の収録に向けて、久しぶりに元気に動き回り準備していたといいます。渡辺さんはゴルフ好きでも知られていました。しかし予期せぬ悲劇が襲いました。おしどり夫婦として知られ、長女も近所に住んでいるといい、この数ヶ月私も家族も懸命に向き合った毎日でした。家族は心の病と格闘したが、今は何を思っても言い訳になってしまいそうで、後悔を数えたらキリがありません。渡辺にも彼を大好きだった方たちにも申し訳ない気持ちでいっぱいですと後悔を記しました。そして永遠の別れとなった時の表情を伝えて結びました。そんなお二人の娘は歌手として活動をしている渡辺真由美さんです。最後に彼女の現在についてまとめていきたいと思います。渡辺真由美さんは笑顔が素敵でとても可愛らしい女性ですね。渡辺真由美さんは現在28歳です。25歳から29歳の日本人女性の結婚率は 36.3% なので、ご結婚をされていても不思議ではない年齢ですが、渡辺真由美さんはご結婚をされているのでしょうか。もしもご結婚をしていたら、その旦那さんと子供についても気になりますね。渡辺真由美さんがご結婚をされているのかを調査をしてみましたが、正式な公表がなく分かりませんでした。また渡辺真由美さんの SNS などを見てみましたが、旦那さんや子供と見られる方の姿もありません。なのでご結婚をしている可能性は低そうです。渡辺真由美さんはMISIAさんのバックコーラスをやっていて、ツアーで全国を回っているので、今は仕事一筋で頑張ってるのかもしれませんね。こんな綺麗な女性とデートできる人は羨ましいですね。歴代彼氏についても調査をしてみましたが、一切情報はありませんでした。こんなに可愛く綺麗な女性なので、今まで彼氏がいなかったとは考えられにくいです。なので情報が出ていないだけで彼氏がいるかもしれないですね。しかし実の父である渡辺博之さんが突然亡くなられてしまってショックだったと思います。本当に本当にご冥福をお祈りいたします。皆さんには一人で抱え込まず勇気を出して誰かに悩みを打ち明けてもらいたいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。